だから Z 世代になんかメッセージできるのは高木だろ。あー素敵だね。いや、洋介君もできましたよ。過去世代できましたよ。過去できましたよ、洋介は。いや、俺 Z 世代だから。ネット世代。なんですか、このできれず。できれず、全然できれずではなかったの。じゃあ、まず、お前からやってみて。拓也。何を？Z 世代に一言。はい、いくよ。GO！ 待って、一回、それは、真剣に考えるから。ああ、素敵だね。それは大切だよ。オッケー。人間この時間に Z 世代見てないけど。うん、そう、見てなくても見てもいいんだよ。メッセージっていうのは突然来るから。確かに。5秒前。4、3。今の世の中の Z 世代の皆さん、人を騙すなって。っていうところで僕はもう寝ますね。じゃあ寝ないです。もう寝ない。今日は今日はもう寝ない。あ、今ちょっとだけはもうちょっといけるかなと思ったんだけど。じゃあいいですか、もう行きますよ。はい、じゃあ何塚さんがね、もうわなわなしてるから。何塚です。みんなね、マリワナとかね、やめろって言って、で、何とかね、吸ってますけど、でも俺はこう思うよ。お前らは、コカインとか知ってるけど、 Z 世代に物申せだろ。 Z 世代、 Z 世代に物申せって話だよ。はい、我らはね、マリファナとか知ってるけど、本当に自分の命を生きて、でね、たまにこう、こんな、なんかちょっと鼻の周りついちゃったりとかしてね、そういうこともあります。でも、そうなの。いいよ。全然。なんでかって言ったら、それは命の結晶だから。あ、いいこと言うね。命の結晶をお前らは見逃してるから。見逃し現金。見逃し現金っていうもうありましたけど、俺はそういうのもね、もうあんまり関係ないなと思ってます。で、あとこれも思ってます。いや、イーロンチーロンっていうのもあったけど、それはもう命と思ってる。でも、あんま関係ないなって思って。ディディッ、ディディッ、ディディッ、ディ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 それも関係ない。もうね、結局全部ね、関係ないんじゃないっていう。そこが俺のメッセージ。じゃあ、まあ、ええねん。ってね、思ったでしょ。君たちは若い若葉のまだ新芽の君たちはそう思ったと思う。じゃあ私が言いましょう。俺も床屋で、ありがとう。ほんまとは会えてよかった。今日はみんなと会えてよかった。あ、いいね。お、
俺が美魔女とちょっとなんかあるっていうのもそういうのも言わないで。そんなのあった？あったの？なんか、いや聞いてない。いや俺も聞いてないよ。高木さん素敵って。ありがとうございます。高木とかみんなのおかげで。高木が素敵だろ。久保塚くんが一番ってだろ。だろじゃねえだろ。受け止めるんかい。じゃあ3日で1回だけあれ歌いますよ。3、2、1。はい、せい。ヘイヘイ、青空に広がる小鳥が歌い。どうぞ。よーい。おかもえい。はい。どうぞ。どうぞ。たけや、マジで困ってんじゃん。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ。ヨウスケ、インスタライブよ、お前。始めるよ。タクヤ眠いから、ヨウスケの方にみんな入っていくから。で、なんかちょっと依存してんなと思うから。ヨウスケが？いやいやいや、お前らが全然なんか主張してこないんだ。いやいや、俺今日一番主張してっから。じゃあ主張して。じゃあ、命を主張して。命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 。だから顔とかじゃないか。顔真似じゃないか。命じゃない、猪木さんだよ。おー、そういうこと？いや、そうでしょ。いいよ。タクヤ何もやんないじゃん、結局。あ、来た。タクヤは、やっぱほら、子供なもん。あーね。さっきはまだ今30代だ。でも一回補填やったけどな。え、やってないじゃん。30代だよ。やった。どんなんだった？こういうやつ。じゃあ見せてよ。じゃあもう補填競争やめましょう。はいよ。補填縛りじゃなくて、タクヤの得意分野で行こうよ。え、カット自爆やで。カットでいい。カット。いいよ。いいよ。え？いいよ、タクヤ。3、2、1。ないな。じゃあもう一回、最初から。オッケー。